しいが、わからんな。俺は無から作られた完全な機械ベースだ。こいつは参考にならんか。ブルマが戻ればなんとかなる。君たちのことはブルマの方が知っとる。おお。本当このケーキうめえだ。俺今度そのでっかいチョコクリームのやつ。いやそりゃわしが目をつけたんじゃ。お先。いやわしのもんじゃ。やっぱごはんちゃんを早くこいつらから引き離さねえと。まだまだたくさんありますから。くそ、セルのやつ何グズグズしているんだ。トランクス、本当に詳しいことはテレビを通して知らせるって言ったのか。はい。プアル、セルがテレビに出たら教えてくれ。俺は1秒だって無駄にできん。それもそうだな。ここんとこ出番がなかったからな。この俺さえいれば済むことだ。カカロットだろうと誰だろうと俺の邪魔は許さん。父さん。トランクス。トランクス。ひどい怪我ぐらいはしてんじゃないかって飛んできたのよ。心配かけてすみません。あ、トランクスのやつ、トランクスに髪引っ張られてる。はいはいはい。ジャッジ、クリリン、その頭はセルにも使えるぞ。いや、ムジャさん。でもよく滑るよ、その頭。やりでセルをやっつけられんのかよ。うぃぃぃぃぃ、最高。うわっ、一番お気に入りの番組ですからね。いいねいいね。ヤムジャ様、セルです、セルが出た。セルめ。では続いて世界のニュースです。ここが最上階 B スタジオか。ガードマンを呼べ。超えてやる、スーパーサイヤ人を超えてやる。ごはん、ごはんちゃん、ごはんちゃん。勉強もしないでいつまでこったらところにいるつもりだ。でもお母さん、不良だ不良だ、絶対不良だ不良だ、ピッコロは不良だ。止めたんだが強引でな。あ、悟空さん、ごはんちゃんにろくに勉強もさせてねえから後ろめたくて出てこれねえかな。下がったぞ。すいません、ここんとこきつい修行が続いたから仕方ねえさ。これからほんのわずかの時間だけテレビにお邪魔させてもらうことにし、もっと楽しく、もっとスリルに満ちた毎日を送れるような知らせ。諸君たちは毎日多くの人間が化け物に消された事件をよく知ってることと、セルゲームという武道大会を行うことにした。ここにリングを用意した。次の選手と交代するというやり方だ。いくら私でもたくさん試合をすれば疲れるかもしれんからな。もし代表選手全員が私に負けてしまった場合。何？最後の一人たりとも逃さず徹底的にな。セルメ、こうなりたくなかったらな。楽しみにしてるぞ。とんでもないやつじゃ。世界中すべての人間を殺すだと。ヤムチャ様。
こんなやつとベジータやトランクスだってダメだったんだぞ。悟空だって。どこか行くの、ベジータ？あの野郎は殺さんと気が済まんからな。トランクス、行く前にその髪切ってあげるわ。すみません。まさにパニックである。俺もどっか遠いところへ逃げ出したい気分だぜ。そうだよ、セルは代表者が全て負けたらブルマンチの宇宙船で遠い星に逃げちまうっていうのはどうだ、ウーロン？ヤムチャ様やクリリンさんたちの気も知らないで。お、俺のせいで、俺があの時、俺、セルと戦ってくる。何？クリリン言ってはならん。命を無駄に捨てるようなことは師匠のこのわしが許さん。そんなに自分を責めるなよ、クリリン。精神と時の部屋でどのくらいパワーアップできるかに。丸一日までにはまだ3時間近くある。欲張ってかなり時間オーバーをすると見た。お前たちは部屋から出て丸一日も経っていないではないか。まずは俺が入る。ここから先はサイヤ人にしか踏み込めん領域だぞ。残りの8日間は全てこの俺がもらうことにする。あの精神と時の部屋は生涯で2日間48時間しか。なんだと？部屋の出口が消え、二度と出られなくなる。悟空たちの木だ。なんだと？なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいっつぉ。あれがご飯か。何があったんか教えてくれ。そのメニュー、ミスターパパ、飯にしてくんねえかな。お、おぉ。うめぇうめぇ、ほんと、おいしいですね。お前たち、ちゃんと飯は食ってたはずじゃなかったのか。こんなこと、俺もこれも、よくないよ、よくんかな。はい、口の中のもん、ちゃんと飲み込んでから喋れ。食ってたけど、オラもご飯もろくな料理できねえかんな。そうか。あれはスーパーサイヤ人か。どうもごちそうさまでした。ほう、くったくった。は、はい、実は。忘れ物だぞ。16号のメモリーを覗いてみたら、孫君の情報ばっかりよ。きっと16号はドクターゲロが孫君を倒すためだけに作り出した人造人間なのよ。でも今は全然そんな様子見せないわよね。そんなに悪いやつには思えんよ。歴史が変わってしまったせいかもしれないけど、不思議なことって起こるのね。武道大会か、面白いこと考えやがったな。面白いだと？選択しておいた。サンキュー、ミスターポポ。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。わかった、かっこいいやつをプレゼントしてやる。ありがとう、ピッコロさん。どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。完全体ってやつになったあいつには合ってねえかんな。これからちょっと見てくっか。孫悟空か。ああ、そうだ。気に入ったか。運命を決めんにしちゃせこいリングだな。そいつが完全体か。そういうことだ。な、何が起こってんだ。でもそれだけじゃない、とてつもない気がもう一つ。悟空、出てきたんだな、ついに精神と時の部屋から。違いには必ず出てやる。だからそれまで誰一人殺すんじゃねえぞ。いい試合になりそうだ。孫悟空か、思った以上に楽しいイベントになりそうだ。正直言って、やつがあそこまで強くなってっとは思わなかった。このまんまじゃオラ多分勝てねえだろうな。ん？そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。ふん、
本当は俺さえ入ればもう必要はないんだがな。そしてトランクス、それから悟空、ご飯。いや、オラとご飯はもういい。何？9日間もありゃなんとかなるさ。なんだと？なんと外界で修行するという悟空。もういいだと。精神と時の部屋にはもう入らないというのか。あそこの中相当体にきつい。何もしてなくてもだ。部屋の過酷さにとうとう音を上げたか。かもな。そんなの修行じゃねえ。おめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。なんだと？気に入らんな。ああ、ずいぶん上だと思う。何？く、行こう、ご飯。こんにちは、カリン様。こんにちは、お久しぶりです。よーやじろべ、戻ってたんか。何しに来ただけやそん。大丈夫だよ、出てくれなんて言ってねえじゃねえか。言うなりば、とっておきの死滅兵器というやつだ。しかし、この地球も大変なことになってしまったもんじゃな。セルは本当にすげえやつだ。そういう割にはやけに落ち着いておるの。なあカリン様、こっから見ててセルの強さは大体わかっだろ。見せてはおらんので何とも言えんが、大体の予想はつく。オラがこれから木を入れてみっから。カカロットはあの状態がベストだと判断したんだ。戦闘力をアップさせても体への負担はごく小さくて済む。俺はそれでセルに勝てなかったんだ。お前はどこまで強くなりゃ気が済むんじゃ。で、カリン様、セルと比べてどうかな。やっかなこと聞くの。はっきり言ってそれでもセルが上だと思う。え、ははは、やっぱそうか。サンキュー、カリン様。え、お邪魔しました。どう考えても悟空に勝ち目はなさそうだが、ただの開き直りとは思えんし。しかもあれでもまだ全てのパワーを出しているわけではなかった。すごい、セルに勝てるかもしれませんね。カカロットめ、追いついたと思ったらすぐに突き放しやがる。母さんを連れてうちに帰ろう。3日休んで3日特訓。ねえ、ねえお父さん。ま、いいからいいから、さあ母さん呼びに行こう。ほら、おっす。悟空か。ああ、本当に悟空なのか。じゃあお前がご飯か。本当ですね。どうも。ついでに完全体になったセルにも会ってきたぞ。例の瞬間移動ってやつだな。ああそうだ、オラじゃとてもかなわねえや。なんか隠してんじゃねえのか。おい、父。まったく今までどこに行ってた。一緒にうちへ帰ろうぜ。あんたご飯ちゃんか。あの父さん。なんだべこの髪の毛の色は、染めちまったのか。いや違うって父。フリーザとその父親の細胞が役に立つな。つまらぬ余興だが、人間たちにいいものを見せてやろう。あ、なんでしょうあれ。昼間なのに流れ星が。この世の終わりじゃ。ごはんちゃん、二人ともどこさ行っちまっただ。静かだね、ここ。
ああ。僕嬉しいんです。お父さん約束したんだよ、昔。ほら、あの時さ。クリリン。思い出さないか？悟空。絶対死ぬなよ、親友。お父さん。父ちゃんが生きて帰ったら、また釣りにでも行こうな。悟空、実は、俺お前に謝ろうと思ってセルを完全体にさせちまったのは、オラたちは強い相手と戦えるから喜んでたんだから。いつも助けてもらっちゃって。なんだよ、クリリン。最近どんどん差がついちゃってさ、遠い昔だよ。そんな。何か。ああ、クリリン、すまねえ。ほら、うわ。うわ、気持ちいい。悟空のやつ、昔と全然変わんないみたいに自然だな。ちょっと試してやるか。こんな石なんか当たり前のように避けちまうんだろうな。せっ、ライデック、何すんだよクリリン。いくらスーパーサイヤ人だっていてもはいてんだぞ。カリー、本当にこんなんでセルに勝てるのかよ。回ってのにちょっとも買い物ができないな。誰かいてくれないかな。何度言えばわかるんだ。あの、なんだおめえは。この店には売るもんは何にもないそうだ。お若いの、どんな調味料が欲しいのかな。え、ここらの奴らみんなシェルター作るのに協力してるんだぜ。どうやら口で言ったじゃわからねえみてえだな。お前ら勝手にそれに食われるがいいで。いや、早く逃げないと大変だよ。あ、君はさっきの、あれがセルから身を守るシェルターですって。何百人もの都会の者たちがあの中に逃げ込んでおる。少し前にこの村にセルが現れたんじゃ。ろくな生体エネルギーが吸収できるわ。この世が終わるまでわしらはのんびりと暮らしていこうと思っておる。僕手伝いますよ。ほう、じゃあ頼むとするか。お兄ちゃ ん, んお兄ちゃん、ボコね、斧を使わなきゃ薪割りできないわよ。あと8日しかないんだぞ。そんな大きなあくびを見たら、こっちの緊張感までしぼんじゃうよ。ふばぁ、わけるわ。たく、何度も何度も騙されやがって。すいません、バーボンさん。てめえらの顔なんざ見たくもねえ。とっとと、後ろ。生き残った後で物を言うのは力と金。ご機嫌だな。おこれは先生。誰か殺したい奴はおらんかな。一人5000万銭で引き受けてやるんだ。大丈夫です、他にもまだありますから。ピッコロ、24時間を1秒でも過ぎてみろ。この俺が乗り込んでいって追い出してやるからな。その程度のパワーで俺に勝とうというのか。おのれ人なんだね。ん？見ればわかるよ。絶対喧嘩しない人。なんだろう。シェルタードームが完成したんだよ、きっと。行ってみようか。うん。ついにこのシェルタードームが完成いたしました。心の底から喜んでいる次第であります。
何か用かな。あいつです。始末しちゃってください。死ね、スーパードドンパン。お前の相手は僕がする。お兄ちゃん、だけどこのガキどこかで会ったような。損だと。邪気様はあの孫悟空の。私はやめた。え？サラバド。皆さん大丈夫です。8日後の武道大会にはセルを倒す人が必ず現れますから。お父さん。はい、お兄ちゃん。ありがとう。二人とも波のパワーの持ち主やないな。お？ありがとうございました。また遊びに来るといい。はい。天下一武道会。うん。